龍馬の功績について説明をしていきたいと思います。龍馬の功績としては、こちらの薩長の連携と、それから大政奉還、これに尽力をした人ですので、大きな功績がありましたが、まず薩長連携の方について説明をいたします。で、ここにある3つの資料、これが、長州藩に関わる内容になります。で、これ新しく収蔵した資料3点になりますが、まずこちらの長い手紙の方ですね。こちらは、お兄さん、お姉さんに宛てた手紙なんですが、家族に宛てたもので、長州藩の置かれている現状について説明しています。もうすぐ第二次長州征伐が起こりそうだということを言ってますが、非常に長州の内情によく通じているということがわかります。慶応元年9月7日の手紙で、実際に長州征伐が、第2回目の長州征伐が起こるのは翌年6月のことになりますが、もうこの、慶応元年9月に、幕府の方は朝廷に長州再生の勅許をもらうために、働きかけをしておりますので、そういったもうすぐ長州征伐がまた起こりそうだということで、非常に長州が危険な状況にある。その原因というのは、どうも小倉藩が残言をしたためだと、間違った情報を幕府に伝えたために、長州征伐が起こりそうになっているということを報告しております。で、龍馬はこの、長州藩をなんとか助けたいと思う側の人でして、薩長同盟に向けてこの頃から、尽力をしていることになります。で、そのために長州藩の要人と会う必要はありますが、上の方の手紙、これは池倉田という土佐藩の幼馴染に宛てた手紙になりますが、この池倉田は脱藩をして長州藩の方に身を寄せてそこで活動しておりますので、お国の良きなき方に、文を差し上げたいと、連絡を取りたいということで、このお国というのは池は脱藩して長州にいますので、おそらくこのお国は土佐のことではなくて長州のことと考えられますので、長州藩の重要な人に会いたい、手紙を出したいということで、紹介をしてほしいということをお願いした手紙になります。で、その池倉とは、長州の方で、勇猛果敢に戦争に参加して戦っているということを、乙女姉さんに報告したのがその隣の手紙になります。で、土佐を脱藩した人というのはよく長州を頼って、そこで、禁門の変ですとか戦争に参加することになりますが、多くの人が対象になって、この池は、遊撃隊の参謀になっておりますが、隊を指揮するようなこともあったようで、勇猛果敢に、先頭に立って戦うので、時には土佐の人は討ち死にをしてしまう人もいるんですけど、それでも非常に強いということを書いております。で、一番最後のところを見ますと、もし土佐の祭り事が都合よく行っていれば、こういう人たちが土佐藩の藩主として活躍することができるので、土佐の名前も大きく天下に轟くことなのに非常に残念ですという、そういう形で締めくくっております。で、龍馬はこの、長州藩の方には、薩摩藩、それから幕府の動きというものを常に、情報を流しておりまして、薩摩藩の方には逆に長州藩と幕府の情報を流してまして、長州と薩摩が同じ情報を持って、常に密接に働けるように、こういうふうに、間を取り持つという役割をしておりましたので、私は、薩長の連携における龍馬の役割というのは調整役だというふうに説明をしております。それから、かなり龍馬という人は戦略家でもありますので、目的を決めればそれを達成するためにどんな戦略を立てればいいのかということを考えて、一つ一つそれをクリアしていくという、そういう非常に頭がいい、そういう人になりますので、戦略家であり調整役であるというのが、龍馬という人ですね。それは次の大政奉還でも同じように言えると思います。こちら大政奉還に関わる資料になりますが、これは後藤象二郎に宛てた手紙で、下書きになります。慶応3年10月13日
という、大政奉還が成立する2日前の手紙になります。この、大政奉還でも龍馬は戦略家としての能力を大いに発揮をしておりまして、この後藤象二郎に大政奉還を提案したのが龍馬だと考えられます。で、その後藤と2人で大政奉還に向かって尽力をしていきまして、この10月13日に京都の二条城の方で徳川慶喜が諸藩の重臣を集めて諮問会議を行います。大政奉還についてどう思うかということで会議を行うんですが、その二条城に途上する直前の後藤にこの手紙を送っております。で、2行目のところに下の方に元より必死のご覚悟ゆえとありますが、あなたは元から必死の覚悟はあるでしょうから、もし大政奉還が失敗すれば二条城から出てくることはありませんよね。私たち海援隊の大使は道路で慶喜の帰りを待ち受けて切り込んでいきますので、あの世でご面会しましょうという、そういう後藤象二郎を脅すような手紙を書いております。で、後藤は土佐藩の三世という立場で非常に高い位になりますが、その後藤はかなり大らかな性格をしておりますので、ちょっと大雑把と言ってもいいかもしれないんですけど、そういう人柄ですので、後藤の気を引き締めるためにあえてこう厳しい口調で言ってるんじゃないかと思います。本当に後藤に切腹されては困りますし、自分たちが慶喜の帰りを待ち受けて切り込んでいくとか、そういうことを考えるようなタイプではないので、おそらく半分本気半分冗談ではないかと思います。で、さらに後半に行きますと、もし、この大政奉還が失敗すれば天下の大機会を失うことになる、その罪は天地にいることができないぐらい大きなものだと、薩長から、特席を免れずと、薩長を二藩から攻められることになるというふうに、強い覚悟を持って大政奉還に臨んでいたことがわかります。で、龍馬は、公式資料に登場してくるような人ではないですし、主役として活躍をすることもなくて常に裏方として活躍をしておりますので、大政奉還についてあまり何もしていないんじゃないかと思われるかもしれませんが、実は後藤象二郎と一緒にこう命がけで大政奉還に臨んでいたというのがよくわかりますし、それから、薩長二藩から攻められるとありますので、武力倒幕派である薩長、これは、土佐藩が進める大政奉還をあまり期待してなかったとよく言われるんですけど、実はそうではなくて、武力を背景としない大政奉還というものはあまり意味がないですけど、ちゃんと武力を背景に持った上で、いざという時には戦争するという覚悟を持った上で行う大政奉還であれば十分意味があると考えていたようで、龍馬はその薩長と土佐藩との間に立って、その調整を行っておりましたので、ここでもやはり調整役としての能力を大いに発揮しております。